さあ、こちらですね、緊急事態宣言発令寸前の大阪道頓堀ではなく通天閣に来ております。さあ、こちらの通天閣のですね、ここ一本に通ずる道なんですが、こちらちょっと直進してみましょうか。このような撮影をするのはちょっと2回目なんですけども、前回はですね、ジンバルは使用しておりません。で、今回ジンバルをまた使用しての、テスト配信も兼ねて、ピンマイクのテスト配信も兼ねてやっております。ちょっとマスクをしながらのちょっとトークと撮影になるんで、ちょっと結構ねきついです。こんなにも呼吸が大事なのかっていうのを本当にコロナが始まってから思い知らされましたね。ちょっとこういった音楽がちょっとバックミュージック流れてるのがちょっとね商店街っぽいんですけども、撮影には不向きですね。こういうのはちょっと AI が反応しちゃうんで。さあ、ここはですね、通天閣の展望台入り口、これ地下から行くんですよね、通天閣って。暑いな、今日はね、気温がねもう20度以上ありますね。はい、こんな感じでございます。で、地下はですね、ここ売店になってるんですよね、通天閣の展望台入り口。展望台入り口はこちらから近いといって、地下には行きませんけども、このような形で、はい、地下に通ずる階段がございます。で、あとはエレベーターですね。はい、こちらにございます。もう一箇所ですね、入り口があるんですが、もう一箇所の入り口がですね、あちら側の、こちらですね、ちょうどこちらですね、これがもう一箇所の入り口になっております。で、こちらが、有名な串カツだるまですね。赤井秀勝さんの後輩、ボクシング部の後輩がもうずっとやられてるとのことです。で、もう一店舗紹介しましょうか。ちなみにこちらはですね、安倍前総理が食べに来たお店ですね、串カツだるま。はい。で、こちらにはですね、露天風呂もついているラジウム温泉の銭湯ですね。こちら本当にいい銭湯ですよ。何回か利用したことあります。タオルセットで500円で入れる銭湯でございますね、こちら。だから手ぶらでお風呂入れます。露天風呂もあるんですが、ちょっと目の前のマンションから丸見えという状況なのが、ちょっと非常にカオスな状況の銭湯なんですよね、こちら。はい、ちょっとぐるっと一周しちゃいましょうか。ほら、ワンコインセットってありますよね。ラジウム温泉、入浴料、貸しバスタオル、貸しタオル付きで500円。これ石鹸ついてないんで、石鹸はまた別途お支払いという形で、多分50円以内だったような記憶があります。はい、こちら気持ちいいですよ、本当に。何が気持ちいいかというと、浴槽が非常に深くて、立ったまま入って、だいたい1メーター以上あるかな、深さが。かなり気持ちいいですよ、こちらの。で、こちらぐっと一周いたしますとですね、ちょっと左側にはですね、ちょっといかがわしい、ちょっと映画館が、ハードコアな映画館があるんですが、ちょっとこれも結構引っかかっちゃうんで、コードに、遠目に、あの映画館ですね。はい、もうちょっとモザイク処理とかで結構苦労するんで、もうこの辺にしときます。もうあの映画館の、はい、国際劇場様でございますね。国際劇場だけちょっとズームしておきましょうか。
はい、国際劇場様でございます。こっから右の方はちょっともう限界映せない。はい、で左の方がこちらがですね、結構有名な立ち食いそばうどん店のお店ですね。こちらお安いですよ。一回食べました。美味しかったですよ。ここほら出汁も美味しかったですね。うどんそば170円ですね。もう昔からこのやっぱり低価格料金は、特にうどんそば170円っていうのは変えてないとのことですね。 YouTube でこちらのお店のドキュメント、確か MBS ニュースのチャンネルだったと思いますが、そちらでご覧になりますので、ぜひドキュメントをご覧ください。もうこういったね、舞台役者のこのようなポスターも貼ってあり、まあこういった方たちもやっぱりご愛用されているお店とのことですね。今日はねちょっと残念ながらね定休日ですね。水曜定休日なんで残念ですが、はい。でですね、車が来たな。まあいいや、大丈夫か。でぐるっと回って、今日はいい天気、本当に暑いですね。暑すぎるぐらい。どうしようかな、まっすぐ行くか。さあこんな感じとなっておりまして、結構閉まってますね。まあちょっと緊急事態宣言が出たらお店の方も多分ここら辺も閉めちゃうと思いますね。今現在は開いておりますが、このようにお土産屋さんも今現在は開いております。開けない夜はない、マスクの下は笑顔で、いい言葉ですね。こういうポジティブなところはやっぱりこういうね、大阪のいいところだと思いますね。嫌なことでも笑ってしまうという、笑って忘れようぜという感じでございますでしょうね。はい、でこちらですね、こちらも飲み屋さんばっかりなんですよね。こちら左パーン向けて、はい、飲み屋いっぱいですね。で右のパーン向けて、こっちも飲み屋がいっぱい。どういうルートで行きましょうかね。こうまっすぐ行ってぐるっと回りましょうか。こっちはね、この先はもうねないんですよね。けどほら、もうこうやってちょっとシャッター閉まってんの結構見受けられると思いますが、ちょっと歩きましょうか。せっかくですから、ジンバルはもう歩くために使うっていうね感じでございます。いろんな、あれ何これ、ああなるほど、まあ、このようなお店が、あ、なんかすげえなここ。これは初めて見た。すごいですね。いやーこれは初めて見た。こっちも左パーンと振ったら、こっちの方はもうこうやってもう寂しい状況でございますね。右のこっちもこのような感じになっております。でちょっと左行きましょうか。まっすぐこのまま、おっとビリケンさんがマスクをしていらっしゃいますね。マスクをしたビリケンさんがいらっしゃいます。これちょっと写真撮りたいんだけど、まあ後でちょっと取れるかな。
石も結構ビリキネさんのね銅像がね結構あるんですよね、これ、まあ、こちらにもいらっしゃいますね。はい、あらー、これはなんか新規オープンか建て替えかどっちなんでしょうか。あ、このようにかんこ取り状態ですね。さすがにちょっと今日は平日なんで、平日昼間からね、さすがにはまあ大阪は多い方なんですけど、飲まれる方は昼間からでもちょっとやっぱ少ないですね。まあここはね、ちなみに振り返ったら、まあ有名な撮影スポットですね、こちらね。この写真結構見たことあると思いますけど、これは有名な撮影スポット でここにあったフグがもう今 いなくなっちゃったという感じなんですよね。ちょっと見晴らしいとこ行ってみましょうか。でちなみにですね、こちらがスパワールドですね。スパワールドがございます。あのスパワールドって言ったらこれ、まあ、要は大浴場ですよね。ちょっとまたなんかジンバルがこうすぐ斜めになっちゃうのこれ。よし、いけたかな。ちょっと上に行って直そう。あ、ハートポップがちょっと出迎えてくれましたね。ハトさんね、ちょっとすいませんね、ちょっと直しますが、あ、直ってるかな、まっすぐ直ってるな。はい、じゃあちょっと撮影再スタートで、ここで振り返ったらここでズドーンと、ほら家だ。どうですか、ここも鉄板の撮影スポットですよ。ここあの大阪に、まあ、特にあの通天閣、ね、目当てで観光に来られた方はこちらの階段を上っていただき、そして撮った方が一番いい絵が撮れると思います。ここですね、ちょうどこの階段の階段を上っていただいて見上げたらこうですわ。で振り返ったらこれスパワールドですね。ちなみに半年ぐらい前にスパワールドにスーパークレイジー君が営業で来ましたね。なんか屋外になんかプールみたいなのがあって、そこでなんか夜歌ってた映像を見ましたけど、ね、スパワールドでございます。
これは掘らないから水が出てるっていう絵なんでしょうかね。非常にちょっとシュールですね。じゃあちょっと、あ、今ね目の前走ってるのが JR ですね。で JR の向こう側が要は西成ですね。ですからもうここはっきり言って境界線みたいなもので、まあここから結構雰囲気が、街の雰囲気変わっていくんですが、ちょっとここまでギリギリまで行ってみましょうか。はい、こんな感じですね。だからもう目の前にホテルがいくつかありますけど、これがもうドヤ街のホテルですね。もう今なんかホテルって感じに、綺麗になっておりますが、昔はねやっぱりリフォームする前はもうやっぱり、まあ、日雇い労働者の方たちが使ってたという形ですね。さあどうやって行こうかしら。これからじゃんじゃん横丁はちなみにこの道路の下をぐーっと地下なんですよね。ちょっとそっちの方面から歩いてきます。今日はね本当にあったかいんですよ。これはもうお兄さんこうやってもう結構 T シャツ姿でしょ。これかなり今日はあったかいですね。もう夏日に近い、そういう状況でもうマスクをしながらの撮影はもう結構しんどいですね。これ夏になったらもう本当に絶対ちょっと無理ですわ。これ暑すぎて今日でも結構暑いですね。さあこっちですね。あ、ジャンジャン横丁入り口ってのがありますね。じゃあそこから入りましょうか。第2弾って形でちょっとこちらはじゃあ前半という形 で後半はちょっとじゃんじゃんの入り口にしましょうかね。まあこちらの交番がねこのようにもう何は警察署新世界交番という、もう本当ドボルザークのような交番でございますけども、ドボルザークであったのかな。はい、こんな感じでございますね。はい、交通事故4月21日ですね。昨日の事故で死者がいなかったっていうのが本当せめてもの救いですね。さてこんな感じです。じゃあそれではこちらの方ですね、前半の方終了いたします。チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。